スズキ F 型エンジンはスズキが製造する0.54リットルから0.97リットルの小排気両車専用のガソリンエンジン。バルブ駆動方式は当初はサイチェシーのみ、後に DOHC 仕様が追加された。後述する3気筒 796cc の F8 バイトを除き、1994年以降より順次、K 型エンジンに移行した。もともとは2代目。 ジムニーの輸出用モデルに搭載するエンジンとして、1972年に開発された、同社初の自動車用、量産4ストロークエンジンである。その後、2ストロークエンジンを搭載した同社のフロンテが、昭和53年ハイガス規制を通過できない恐れが発生した。このため、直列四気筒であった四ストロークエンジン F8A をベースに、それから一気筒を減じて、 直列3気筒の 543cc とした F5A が開発され、まずフロンテに搭載されたのをはじめとし、鈴木の各車種に広く搭載されるようになった。上視点付近でシリンダーヘッドとピストンに刻まれたくぼみがハート型を描き、燃焼ガスが過剰になることで燃焼速度を高めるという独特の構造を持っていた。ただし、この構造は、 マルチバルブ仕様では採用されていない。550cc 規格では他に、直列3気筒、サイチェシーイオンバルブヘッドの F5 バイト、660cc 規格では、直列3気筒の F6A、および直列4気筒の F6 バイト、他に、ジムニー線や、初代セルボの輸出仕様に搭載された、直列4気筒の F10A があった。全アルミニウム合金化された。 軽型エンジンを後継とし、国内市場未投入の F8 バイトを除き、2000年代、初頭に生産が終了している。なお、3から4代目アルトの最チェシーターボエンジンは後に、新規格の5代目、アルト、K やワゴン R に搭載されるものと同様であるが、燃料噴射方式や圧縮比搭載部が変更されている。初搭載車種、フロンナ 7S 初搭載車種。 セルボ初搭載車種、アルトターボ初搭載車種、キャリー初搭載車種、アルトツインカム初搭載車種、アルトワークス初搭載車種、セルボ初搭載車種、アルトワークス初搭載車種、アルトワークス初搭載車種、アルト初搭載車種、アルト初搭載車種、キャリークーターボ初搭載車種、アルトワークス初搭載車種、アルトワークス搭載車種、セルボモード SR4 のみである。 初搭載車種、ジムニー800及びその海外仕様初搭載車種、マルチ800初搭載車種、ダイブ、キコ、ダイブ、ダマス、ダイブ、ラボ初搭載車種、ジムニー1000この際、鈴木は、ダイハツ工業から AB 型エンジンの供給を受けることとなった。後に結果的には、自社製にストロークエンジンでも、昭和53年廃ガス規制をクリアしている。 カルタスやジムニー1300では、後に開発された G 型エンジン系列が搭載された。ありがとうございます。